どうも、じゅんいちです。今日は、Facebook ページの作り方を解説したいと思います。まず Facebook の、ホーム画面の左側から、ザーッと下行ってもらって、こちら Facebook ページって書いてあるところの2つ目、 Facebook ページを作成っていうところをクリックしてください。はい、そうするとこのように Facebook ページを作成っていうふうに出てきますので、今回は、ブログの宣伝ページなので、ここですね、会社または団体というところでこちらをクリックしてください。そしたらカテゴリーを選択とか出てきますので、ここは僕インターネットソフトウェアみたいな感じしてますね。別にここは何でもいいと思います。ブログなのでインターネットとか、あとメディアとかその辺ですかね、を選んでください。で、会社名ってところは、もうブログ名を、入れてます。こんな感じですね。で、一応、Facebook ページ規約っていうのがあって、それは、クリックするとこのようにダーって書いてますので、できたら読んでおいてください。はい。そしたらこちらカテゴリー選んで、会社名ところに、ブログの名前ですね。次にこのスタートをクリックしてください。そうすると、設定画面ですね。基本データを入れてくださいということで、ページの簡単な説明を追加しましょう。簡単に。の、ブログの Facebook ページですとか、この辺はどんなブログですとか、そんな感じで書いておいてもらったらいいと思います。で、ウェブサイト、こちらに、ウェブサイトの URL を記入してください。入力してください。で、それで情報を保存しましょう。次に、ごめんなさい、プロフィール写真ですね。を入れていくんですけれども、これは別にスキップもできるんですけれども、実際にやってみましょうか。コンピューターからアップロードってやってもらって、自分の好きなアイコンを選んでもらって、はい、そうするとこのように出てきますね。これで Facebook ページのプロフィール写真ができました。次へ、でお気に入りに追加しますかって出てきますので、これはもう追加しておいてください。で、次へ、で、広告を作成しましょうってできますが、最初は別に広告出さなくてもいいと思いますので、これはスキップしてください。はい。そうすると、もう Facebook ページができました。まずはちょっとね、このページを宣伝していきましょうってことなんですけども、はい。もうガイドがちょっと出てきますね。次へって言ってください。まずいいねしましょう。あなたがまず早速自分が、いいねしましょうってできますので、いいねします。いいね。で、次、友達を招待しましょうってこと出てきます。これ次へってやってもらうと、そうですね、ファン数を増やすってやっていったら友達に招待が流れます。次、重要な情報をまずチェックしましょうって、これも次へってやってください。はい。で、これでもできたんですけども、カバー写真がちょっと味気ないので、カバーを追加ってところで、これも写真をアップロードとかやってください。好きな写真選んで、アップロードした。はい、このようにできました。はい、おじさんにしときます。で、変更保存。これで、あなたのブログの Facebook ページができました。実際あとは宣伝していくんですけども、宣伝する際には広告を使ってもいいですし、まずは友達からこのように招待招待って押していくと、いいねしてねっていうふうにその友達に流れていきますので、いいねしてくれそうな友達に招待っていうのを送ってくれたらいいと思います。はい、簡単ですけども、Facebook ページの作り方を解説しました。ありがとうございます。